トランペット奏者として有名な日野さんがですね子供っちゅうか、まあ、若い人を集めた演奏会みたいなのをやりましてね、まあ、いろいろ長い間苦労して教えてそして発表会をやったらしいんですがその発表会の会場ではカメラが回っておりましたので一部始終を捉えておりまして、まあ、特にその動画をですね私も見たんですがある中学校の男性 生徒みたいなのがですねドラムをやっておりまして、ねまあ割合と校長にやっったんですがまあ心理的に何かあったんでしょうね、えー、もう本人がやめなきゃやらない時も叩き続けると何たってドラムですからねそれを思いっきり叩きつけるわけですから演奏会全体がやや崩れたわけですよそこで日野さんがその中段ぐらいにいたところまで登っていってですね男子,子男子生徒に注意すると。 男子生徒聞かないでドラムを打ち続けていると。ついにそのバチを取り上げて、えー、床に捨てたら今度手で打つと。そこでたまりかねた日野さんがあ男子生徒をピン出したと。叩いたと。えー、体罰を加えたと。まあこういうことなわけですね。これでまあ非常に大きな問題になりました。えこれについて、えー、とテレビのコメンテーターが まあ本当にいつもこの教育問題に対するテレビのコメンテーターってまあどうにもならないんですけどえまあ日野さんの行動が納得できるとかまあ挙句の果てにそれあれは教室の中ではなく入場費を払ってみんなが見に来てんだとか訳のわかんないことを言ってまあ本当にですねまあ一つはこの問題というのは教育というのがどういう問題かということがですね よく分かったという点ではよかったわけですね。えー、つまりですね、えー、っ,とだっと、ドラムを叩きつ続けた男子生徒の行動は、あそっちが悪いけれども、日野市のミンタも悪いといった、そういったコメントもありました。しかしですね、教育っていうのはですね、生徒は悪いんですよ。悪いっていうかですね、生徒は未完成なんですよ。例えば赤ちゃんがうんこをしたと。 もしくはですねお使命を取れた後におしっこしちゃったとそれをですねまあ昔はたたえたかもしれませんが何で赤ちゃんはおしっこをするのかと垂れ流すのかといったらですねやっぱりそれは未完成だからなんですよで中学校の男性とも未完成なんですよ私は先生なんですけれども先生中いう職業はですね未完成な人を相手にしてるんですよ だから、コメンテーターの言うように、男子生徒も悪いけども、日野市も悪かったなんて日のし、日野さんと男子生徒は全然立場が違うんですよね。もし日野さんが教育者であれば、男子生徒はまだ未完の人間であって、日野さんは指導者だったらですね、それは完成した人間なんですね。完成した人間と未完成の人間を同じ基準で比較しちゃいけないんですね。私たち先生というのはですね、 あ教育しているときは必ず相手が未完成である。未完成だからこそ我々が教えて完成した人間まで持っていくんだっていうのが我々先生の使命なんですね。まあ今度の場合具体的に話しますとね。まあ男子高校、中学生とかそういった男子生徒はですね、女子生徒よりかやっぱりもう一段難しいんですよ。まあ女子生徒は女子生徒で難しいところがあるんですね。落ち込んでなんか、 だめになってノイロズみたいになるとかですねそういう点で難しいところがあるんですが男子生徒はやっぱりね心が思春期の男子生徒ってうのは心がこう自分でさばけないんですよそれで本当はそんなことしちゃいけないってことを知っていながら自分自身では止められないってところがあるんですね例えば教室でわあ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 騒いでる男子生徒がいるんですよで僕が出てって「君静かにしなさい」って言ったってもちろん静かにしないんですよ例えばジュースを飲んでたり 背中向けたりすするんですよただその男子生徒はですね心の中は自分が悪いことしてることも知ってるんだけどそれを思春期という精神が止められないんですねでしょうがないから腕を持って教室の外に出るわけです最初はもう順序としては最初は「あ君あの静かにしなさい」とか始まるわけですねそれはやっぱり他の生徒に対してはずいぶん損害なんですよだってあ教育ができないわけですからその間ですねその生徒だけにかかづらっちゃうわけですから だけどまあ、生徒が暴れてたら、それ、それをほっといて、抗議ができないので生徒に注意をする。聞かない。出て行きなさいっていう聞かない。腕を持って外に出す。それでも机にしがみつく。他の生徒に手伝ってもらって、その生徒を外に出すっていう。ところが、外に出されてる男子生徒は、絶対に私に手を挙げたりはしません。自分が悪いことをしてるってことは知ってるんですが、思春期であるがゆえに、 心を止めることがでできないんですよね。それを我々はどうやってだん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 思春期を抜けていく男子および女子の子供たちをちゃんとした教育をしていくか心はですね君分かってるよとね例えば僕ですよ僕はねそういう時に君分かってるよ僕はだけど君のやることはやっぱりいけないことなんだだから先生は注意するよと分かってるんだ分かってるんだと だけどやっちゃいけないんだ君分かってんだろうっていうのがね、相手に伝わらなきゃいけないんですよ。これが教育なんですね。でそこで体罰をせざるを得ない時あるんですよ。例えば腕を掴んで廊下に引きずり出すのも、あるいは体罰と言いや、体罰と言えないこともないんですね。だけど今度の日野さんの行動を見てますと、まあ、一旦チを、打楽器の罰を取り上げて床に捨ててましたけど、その次がすぐビンタなんですよ。 いや、ビンタはね、基本的には僕、ダメだと思いますね。体罰っていうのはですね、どういうのが体罰かって言ったら、えー、ドラムを叩いてる男の子の、えー、その、スティックをこう取り上げるとかですよ。それから、君出てきなさいって言って、腕を引っ張るっていうのも体罰って言ったら体罰なんですけど、つまり言葉ではないですからね。指導は言葉の指導と行動による指導がありますから。まあ、行動による指導を全て体罰と分類するなら、 対罰でしょうけども私は言葉による暴力っていうのがやっぱりあるんですよ。あんまりひどいパワハラみたいなことはアカハラみたいなことを言うっていうのも良くないんですね。だけど行動によるその暴力っていうのはやっぱりビンタとか殴るとか蹴るとかそういうのが暴力なんですね。ですから体罰がいけないっていう言い方が非常に荒くてしかも教育未完成な子どもたちをいかにうまくやっていくかと。 特に思春期は難というのは本当に本人も苦しいし先生も大変なんですねその中一生懸命先生やってるんですよところが先生にほとんど火がなくても通常体罰なんてとんでもない体罰なんかとんでもないって言ってたテレビのコメンテーターがトランペット奏者の日野さんだと言うともうコロッと態度を変えていやあれはやっぱりビンタぐらいしなきゃって言ってるんですよ まあね、なんつっていいのか、まあ教育っていうのを知らないと。特にさ一番最初言ったように、え男子生徒も悪いけど、日野さんも悪い。いや、そんなのは絶対ダメなんですよ。男子生徒は教育される方の未完成な人間。日野さんは教育をする完成した人間なんですから。同じ悪いとかいうことが起こっては絶対ダメなんですね。ところで私ね、 そのテレビのコメンテーターのコメントを聞いてて、まあ最近コメンテーターって一体何の役に立つのっていうことよく言われますけどね。それから私も時々テレビであなたは少し勉強してきてからコメントしたらどうですかっていうこともあるんですけどね。それからまあ庶民の代弁したコメンテーターもいないじゃないんですけど、ちょっとひどすぎますね。ちょっとひどすぎる。特にね、またこれも男女の問題を言っては何な,なんですけど、 女性にちゃんとしてほしいという僕の願いから言えばね、やっぱりね、女性のコメンテーターはその場限りですよ。だからね、自分が教育についてどう思ってるかって思想がはっきりしてて言わないと、相手が日野さんだとか、相手が学校の先生だっつって、弱いと見ると非難をする、強いと見るとごまをするっていうような、まあ、解説になってしまって、コメンテーターもういらないですね。いや、ちゃんとした思想を持ったコメンテーターならいいけど、 まあ、この、今度のビンタ事件、日野さんのビンタ事件をですね、あれはね、全く早い。あの、ビンタをするには時期が早い。<laughs> まだいくらでも指導ができる。我慢して指導するんですよ、先生は。相手が,が、あの、思春期の男子生徒なんかだったら本当に難しいんですよ。これ、男子生徒だけを保護してんじゃないですよ。女子生徒は女子生徒で違う形であられます。ああいう形ではあられませんね。 目立つような形では女子生徒の問題はあ、現れません。だけどそれは男子と女子の性格の差で出てきますから、それに応じてちゃんとした大人を作るために我々は我慢に我慢を重ねて指導をするんだということですね。ですから本当にこう今度の日野さんのビンタ事件に関するテレビのコメントは本当にひどかったと私は思います。納得できるとか、まあ挙句の果てに それあれは教室の中ではなく入場、入場費を払ってみんなが見に来てんだとか、わけのわかんないことを言って、まあ、日野市を弁護しておりましたね。まあ本当にですね、まあ一つはこの問題というのは教育というのがどういう問題かということがですね、よくわかったという点ではよかったわけですね。えー、つまりですね、えー、っ,とだっと、ドラムを叩きつ続けた男子生徒の行動は、 あそっちが悪いけれども日野市のビンタも悪いといったそういったコメントもありましたしかしですね教育っていうのはですね生徒は悪いんですよ悪いっていうかですね生徒は未完成なんですよ例えば赤ちゃんがうんこをしたともしかしもしくはですねおしめを取れた後におしっこしちゃったとそれをですねまあ昔はたたえたかもしれませんがなんで赤ちゃんは すすするののかかとと垂れ流すのかと言ったらですねやっぱりそれは未完成だからなんですよ。で、中学校の男子生徒も未完成なんですよ。私は先生なんですけれども、先生中いう職業はですね、未完成な人を相手にしてるんですよ。だからコメンテーターの言うように、男子生徒も悪いけども、日野市も悪かったなんて日のし、日野さんと男子生徒は全然立場が違うんですよね。もし日野さんが教育者であれば、 男子生徒はまだ未完の人間であって、日野さんは指導者だったらですね、それは完成した人間なんですね。完成した人間と未完成の人間を同じ基準で比較しちゃいけないんですね。私たち先生というのはですね、教育しているときは必ず相手が未完成である。未完成だからこそ我々が教えて完成した人間まで持っていくんだっていうのが我々先生の使命なんですね。 まあ今度の場合、具体的に話しますとね、男子高校、中学生とか、そういった男子生徒はですね、女子生徒よりかやっぱりもう一段難しいんですよ。女子生徒は女子生徒で難しいところがあるんですね。落ち込んでなんかもうダメになってノイロズみたいになるとかですね、そういう点で難しいところがあるんですが、男子生徒はやっぱりね、心が、思春期の男子生徒ってのは心がこう自分でこう裁けないんですよ。それで、本当はそんなことしちゃいけないってことを知っていながら、 自分自身では止められないってところがあるんですね。例えば教室でわーわーわーワー騒いでる男子生徒がいるんですよ。で、僕が出てて、君静かにしなさいって言ったって、もちろん静かにしないんですよ。例えばジュースを飲んでたり、背中向けたりするんですよ。ただその男子生徒はですね、心の中は自分が悪いことしてることも知ってるんだけど、それを思春期という精神が止められないんですね。でしょうがないから腕を持って教室の外に出るわけです。最初はもう順序としては最初は あ君あの、静かにしなさいとか始まるけれども、先生中いう職業はですね、未完成な人を相手にしてるんですよ。だからコメンテーターの言うように、男子生徒も悪いけども、日野市も悪かったなんて日のし、日野さんと男子生徒は全然立場が違うんですよね。もし日野さんが教育者であれば、男子生徒はまだ未完成の人間であって、日野さんは指導者だったらですね、それは完成した人間なんですね。完成した人間と未完成の人間を、 同じ基準で比較しちゃいけないんですね。私たち先生というのはですね、教育しているときは必ず相手が未完成である。未完成だからこそ我々が教えて完成した人間まで持っていくんだっていうのが我々先生の使命なんですね。まあ、今度の場合具体的に話しますとね、まあ、男子高校、中学生とかそういった男子生徒はですね、女子生徒よりかやっぱりもう一段難しいんですよ。 女子生徒は女子生徒で難しいところがあるんですね。落ち込んで、なんかもうダメになってノイローズみたいになるとかですね、そういう点で難しいところがあるんですが、男子生徒はやっぱりね、心が、思春期の男子生徒ってのは、心がこう自分でこさばけないんですよ。それで、本当はそんなことしちゃいけないってことを知っていながら、自分自身では止められないってところがあるんですね。例えば教室でわあわあわわ 男子生徒がいるんですよ。で僕が出て行って君静かにしなさいって言ったってもちろん静かにしないんですよ。例えばジュースを飲んでたり背中向けたりするんですよ。ただその男子生徒はですね心の中は自分が悪いことをしていることも知ってるんだけどそれを思春期という精神が止められないんですね。でしょうがないから腕を持って教室の外に出るわけです。最初はもう順序としては最初はあ君あの静かにしなさいとか始まるわけですね。それはは、やっぱり他の生徒に対しては 随分損害なんですよだって、えー、教育ができないわけですから、その間ですね。その生徒だけにかかずらっちゃうわけですから。だけどまあ、生徒が暴れてたら、それ、それをほっといて、抗議ができないので、生徒に注意をする。聞かない。出て行きなさいっていう、聞かない。腕を持って外に出す。それでも机にしがみつく。他の生徒に手伝ってもらって、その生徒を外に出すっていう。ところが、外に出されてる男子生徒は、絶対に私に手を挙げたりはしません。 自分が悪いことをしてるってことは知ってるんですが、思春期であるがゆえに、心を止めることができないんですよね。それを我々はどうやって、だん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 思春期を抜けていく、男子及び女子の子供たちをちゃんとした教育をしていくか、心はですね、君分かってるよ、と。ね。例えば僕ですよ。僕はね、そういう時に、君分かってるよ、僕は。だけど君のやることは、やっぱりいけないことなんだ。だから、 先生は注意するるよと。分かってんだ分かってるんだかってるんだと。だけどやっちゃいけないんだ君ん分かってんだろうっていうのがね相手に伝わらなきゃいけないんですよこれがないんですねでしょうがないから腕を持って教室の外に出るわけです最初はもう順序としては最初はあ君あの静かにしなさいとか始まるわけですねそれはやっぱり他の生徒に対しては随分損害なんですよだってあ教育ができないわけですからその間ですねその生徒だけにかかずらっちゃうわけですから だけどまあ、生徒が暴れてたら、それ、それをほっといて、抗議ができないので、生徒に注意をする。聞かない。出て行きなさいっていう、聞かない。腕を持って外に出す。それとも机にしがみつく。他の生徒に手伝ってもらって、その生徒を外に出すっていう。ところが、外に出されてる男子生徒は、絶対に私に手を挙げたりはしません。自分が悪いことをしてるってことは知ってるんですが、思春期であるがゆえに、 心を止めることができないんですよね。それを我々はどうやってだん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 思春期を抜けていく男子及び女子の子供たちをちゃんとした教育をしていくか。心はですね、君分かってるよ、と。ね。例えば僕ですよ。僕はね、そういう時に君分かってるよ、僕は。だけど君のやることはやっぱりいけないことなんだ。だから先生は注意するよ、と。分かってるんだ、分かってるんだ、と。 だけどやっちゃいけないなら君分かってたろうっていうのがね、相手に伝わらなきゃいけないんですよ。これが教育なんですね。でそこで体罰をせざるを得ない時あるんですよ。例えば腕を掴んで廊下に引きずり出すのもあるいは体罰と言いや、体罰と言えないこともないんですね。だけど今度の日野さんの行動を見てますと、まあ、一旦チを、打楽器の罰を取り上げて床に捨ててましたけど、その次がすぐビンタなんですよ。 いや、ビンタはね、基本的には僕ダメだと思いますね。体罰っていうのはですね、どういうのが体罰かって言ったら、えー、ドラムを叩いてる男の子の、えー、その、スティックをこう取り上げるとかですよ。それから君出てきなさいって言って腕を引っ張るっていうのも体罰って言ったら体罰なんですけど、つまり言葉ではないですからね。指導は言葉の指導と行動による指導がありますから。まあ、行動による指導を全て体罰と分類するなら、 体罰でしょうけども、私は言葉による暴力っていうのがやっぱりあるんですよ。あんまりひどいパワハラみたいなことは赤ハラみたいなことを言うっていうのも良くないんですね。だけど行動による、その暴力っていうのはやっぱりビンタとか殴るとか蹴るとかそういうのが暴力なんですね。ですから体罰がいけないっていう言い方が非常に荒くて、しかも教育、未完成な子供たちをいかにうまくやっていくかと。 特に思春期というのは本当に本人も苦しいし先生も大変なんですね。その中一生懸命先生やってるんですよ。ところが先生にほとんど非がなくても通常、